トレビアン、なんと完璧なフォルムだろう。この曲線美、思わずため息が漏れるほどだよ。マーベラス、スムたちとの素晴らしい出会いには感謝しなければね。スムと共に美の探求へ。やってきた理由はわからないけれど、スムに敵意がないのは目を見ればすぐにわかるさ。おや、スムは無臭だったはずだけれど、今はほのかに花の香りがする。寮に置いていた香水を使ったのかな。カリム君にのスムは非常に人懐っこい性格でね、私ともすぐに仲良くなってくれたんだ。私に似たスムは美に対する嗅覚が優れているようだね。彼と過ごすのは楽しいよ。スムは目線が低い分鼻がよく効くようだ。もしかしたらいい狩人になれるかもしれないよ。スムのつぶらな瞳、小さな足を使って懸命に走る姿、いつまでも見ていたくなるよ。おや、オルト君が彼に似たスムを抱えて空を飛んでいる。どちらも笑顔で心地よさそうだ。ジェイド君に似たスムが楽しそうに植物園を歩く姿からは、どこか穏やかな山中の風情を感じるね。さっきスムがお腹に絵の具をつけて談話室の床にグラフィティを描き始めたんだ。完成が待ち遠しいよ。私に似ているスムが私の元へ偶然降ってくる。これを奇跡と呼ばずして何と呼ぼう。おや、ツムも君のことを気に入ったようだ。よければ一緒に遊んであげておくれ。